はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です、ハセシンです。ということで、やっていきましょう。コントラバンドのハードポイント、そして今回使っていこうと思っているカスタムクラスはこちら、ランパート17に大口径大口径 2FMJ にサブにね、なんとワイルドカードにまずねオーバーキルを今回装備しているので、サブにねなんとサブマシンガンの MX9 を持つことができると。で MX9 に FMJ 大口径ということで、今回はですねメインとサブどちらとも最も威力が出るカスタムクラスで、 FMJ 本当はつけたかったんですけど、ちょっとねコストの関係上つけれなくてね、今回のこれがねまあ、一応最終形態的な感じっすね。はい、ということでこのね MX9 もね大口径 FMJ で、威力的には SMG の中でトップですね。コルダイトの FMJ と FMJ2 と同率ということでやっていきましょう。あんなちょっとで倒せるのね、こっち来るよねそんな気がするんで、それかこっち、こういう近距離戦はてか回られてた、やっぱりすまねえ。しっかり2ガンズの良さ生かしていくよね。リスポーン変わってるっぽいね。いやー次のポイント的に言ったら手前なので、一旦リスポーンを元に戻した方がいいですね、このパターンは。さあ最初の拠点、おっと見られてるねー、ってことは来るねー、分かってんぜー。さあどういくかだな、とりあえず次のリスポーンまだ取れてはないので、ここで停滞しておいた方が良さそうですな。さあ中入ってんの分かってんぞー、カットしていく、どうしようかな。ちょっと味方の上がりを待つっていうのも一つの手ではあるが、ちょっとまずいなこれ。一人で4発しかないの分かってるが、ランパート一旦リロード入れといて、これは手前倒したけど奥から来るぞこれ多分。いやー味方が来てくれた、ナイスカバー、そのカバーはありがたい。大丈夫か奥見てるね、危ね、体力的に言ったら少ないぞ。こんちゃす、こんちゃす。後ろ落とすぞ、今。ナイスカバーすごいところ戦ってんの、ずっと。大丈夫？この奥、やばそうだね。ポイントちょっと任せまーす。ポイント大丈夫っすか？ナインバン投げるよ。よいしょー、ナインバン当たってるっちゃ当たってるけど、当たり方がいまいちか？なんかすごいな。めちゃくちゃ長生きしてるけど、俺。知らん？いや、来たね、ナインバン。ここでのナインバン痛いぞ。助けてほしい、カバーが欲しい、大丈夫でしょうか。ちょっと回復しながら出てるでしょ俺、何次のポイントに一旦行きますよ。とりあえずライトニングストライクとかもあるんで、こっちが怖い。とりあえずライトニングで様子見、リスポーン変わってんね、敵のタックデプロイ。ってことは向こう来るね、了解でござる。さあ行くぞ、ポイント入れている、ポイント勝った、ナイス。タックデプロイ的に言ったらこっちが来るね、多分来るね、来るね、来てるね、来てるね、現在進行形で。さあ SMG 持ち帰っていってみる、突撃。さあ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 、どんな感じでしょうか。そっちからも来てんね、こっちからも来てんね、入られてんね、ポイント。ちょっと前押ししてみようか、カットしていく、ここいますね、出ていく SMG。 いいね、いいね、いいね、まだやられてないのでは、俺やられたわねやられてたわ、そういや序盤にやられてたわ。でもいいぞ、かなりこのカスタムの良さを出してるぜ、威力の高さというのを出してますね。次のポイント合わせていきましょうか、一旦森の方から抜けてった方がいいですね。これは大丈夫ですか、手前入られたか、倒したっぽいですね、ナイス、素晴らしい。スナイパーヘリコプターが出てるから、一旦こっちに抜けてるの分かってんぜ、分かってんぜ、カットしていく、いいね。 MX9 とランパート17のこの威力、最高威力カスタム、なんか敵いらっしゃるぜ、いいよいいよ、連続キルすごいよ。ガンシップ入れてたらこれガンシップ出てる勢いよこれ、本当に多分出てるぐらいやな、もうそろ出るぐらいの感じではありますが、いいポジション取っちゃったよ俺、後ろから来てんな、この右手いますね、こっちからも来るっぽいな。ちょっと敵の動きを待ってから合わせていきたいところではある。一旦ここを出ていきながら合わせていく、いい動きだけど厳しいと思うけど、生きている生きている、すごい立ち回りだ。ここまで来たのならば、さらに敵の裏取りをして倒していく、倒していく、さすがに厳しかったか。さあスナイパーヘリさらに追加、そしてヘルストーム追加だぜ、いくぜよ、当たるかな。まあ一人倒すだけでも十分でしょう。
いいね、ランパートと MX9 のカスタムクラス、これがオーバーキルの強みだぜ。カットしていく。んでもって手前倒しながら、やっぱ強えなランパート。さすがのは危ないよ、そのランチャーは。リスポーン変わってる可能性はあるんじゃないかなと思うけど、ナイスカバーありがとう。近距離戦 MX9 いいよ、使いこなしてるマジで。今ロングに行った敵は、ランパーちょっと詰めてきてるの多分あれ。大丈夫、奥にいるぜ。ナイススナイパーヘリ、さすが3枚抜き。どういう風に行くかだな、次のポイント。後ろは味方に任せましょう。ほんで、いや結構来てんな、思った以上にいますね。でも倒しきったかな、大丈夫そうですね。 L ストライクあるんで、まあ L ストライク2周目溜まっちゃうのもあれだから、出していったりするってか出せないっていう。敵詰めてた可能性ある。今一旦ちょっと L ストライク出そうか。まあ奥めに出しておいて、こっちからの裏取りがちょっと怖いが、見ていくか。分かってたけど倒せてたな、倒せてなかったね。さあ大丈夫でしょうか。ちょっと点差に余裕があるから、ちょっと気持ちが緩んでる可能性あるぞ。ここで気持ちを引き直していこうか、引き締め直していこうか。ポイントのカバー、奥にいる敵も倒せるかどうか。いや手前来てるか、これまずいぞ。あのエレーターだ、なるほどなるほど。まずいな、4枚抜きされてんな。味方がドローン部隊出してくれてる。後ろから来てたぞ今。ちょっと噛み合わなかったね、ゴースやったんかな。なんか UAV に映ってないような気がしたが、味方が調子すごい上がってんね。危ねえ、あそこで負け取ったらちょっと嫌な流れだねっていうところだったけども、おそらくリスポーン的にはやっぱ来るよね。いやーもう一人いるし厳しい。ナイス K9 ユニット、いいね。リスポーン的にも悪くない、まだドローン部隊出てくれてるんで、この流れで行きたい。まあリスポーン変わらなかったらいいけど、ちょっと怖さもあるんだよな実際のところ。そこにいる敵はまずは倒していきたいが、ダメージを与えた。手前から来ている、手前から来ている、海から迫ってきている敵がカットしていく。 EMP ディスラプターによってマップを見ることができなくなっている。近くから敵が来ていると予想されるが、どっち方面から来てるかだな。手前いるっぽいよね。でもこっち入ってきたね、倒していく。さすが MX9 大口径強さ出たか今、わからないけども。オッケー、ナイスカバーありがとう。ちょっと待って、やられてしまう可能性大。もう大丈夫か、いいね MX9。 さらに行くぜ、ちょっと裏取りしてみようか。ここは元気よく、元気よく裏取りしていく、元気よく裏取り。いいよいいよいいよ、この合わせいいよ。マジでなんかしっくりきてんだけど、このカスタム、この威力カスタムしっくりきちゃってるよ自分。水中から来たか、味方が戦闘ヘリ出してくれたんで、このポイントで決めていきたいね。エイジャックスのバリスティックシールドも9番もあるから、このポイントで決めていきたい。今いたぞセンターに、イエホー。中距離はランパーと、近距離は MX9 でしのぎ切っていきましょう。いきますよ、このどっちかにいるかだな。近くから来てんな、この距離は MX9 使い分けている。ここで9番投擲、9番ヒットすることはなく、この奥に敵いるの分かってるかな。この中距離は味方に任せていく。あと5秒、うこの中距離、このロング、バリスティックシールドも使わずに試合を終えていくぞこれは。さあ終わり、いいね。44キル7です。序盤のあれやな、連続キルすごかったね。なんか拠点内での耐えどころすごくなかったっすか。2拠点目やな、特に2拠点。おーすげえ、スイミング、スイミング、スイマーですねこれ。何気にこういうベストプレイ久しぶりに見たかもしれへん。橋が登ってる、なんだこの武器、 VAPR か XKG かダイヤモンド迷彩か。え、なんか手前になんかついてんね。あんな感じなの、初めて見た。はい、ということで今回はランパート17と MX9 の威力高めカスタムでやってみました。カスタムクラスの紹介をしたいと思います。はい、ということで最後に今回使ってたカスタムクラスの紹介をして終わりにしたいと思います。今回はこのランパート17に大口径、大口径2に FMJ で、まあこの3つをつけることによりあのね、威力のところがメーターがね緑色のところでプラス4つ上がってるんですよね。で本当はねこの大口径じゃね FMJ2 をつけたらまあさらに上がるんですけど、ちょっとねこの MX9 の威力も上げるためにこのね FMJ と大口径をつけてるわけなんですけども、これ2つつけたらねメーターが2個上がるということで、まあこれをねちょっと考えたらねFMJ2 をねもう1個メンガーファイター2をつけてつけることはちょっと厳しいんですよね。このスカベンジャー抜いたとしても
ここでメインガンファイター2のこのワイルドカード入れておしまいになってしまうんで、もうコスト10でこれ以上つけることができないので、これがまあ先ほど紹介したまあここでスカベンジャー入れるこの感じがまあベストっていうかまあ最大限かなと思います。威力のメーターが9まで上がるこのね、MX9 と、このランパートのカスタムでやってみました。少しでもね今回の、この動画楽しんでいただけてナイスプレイと思ったら、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。結構ね高評価の数は動画投稿のモチベーションの向上にねほんまにつながりますので、普段押してない方でもワンタッチしていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。